新鮮市場木村。はい、では続きましてこちらですね、瀬戸内オレンジベーグル、こちらを使ってサバサンドを作っていこうかなと思います。ちょっと前に人気になったサバサンドですね、今回はベーグルでアレンジしてサンドを作っていこうと思います。ではサバサンドもですね、まず塗るタレを作っていこうと思います。だいたいスプーン1杯ぐらいですかね。マスタードもスプーン1杯ぐらいを目安に入れてください。これぐらいですね、これぐらいで OK だと思います。気をつけながら塗っていきますね。両面に塗っていきます。塗れたので、はい、おなじみのですねレタスを、はい、乗せていきます。こんなもんですね。その次にこちらスライスチーズですね、1枚乗せます。はい、でその次に千切りのキャベツとか、あとはサラダ用にこうミックスになってるものでも大丈夫です。今日私はちょっとミックスになってるものを用意しました。適量ですね、乗せていただいて、オニオン乗せて、キュウリ、肝心のサバをですね入れていこうと思います。最近のは缶切りがないから使いやすいですね。サバ缶を使ってるんですけど、だいぶこのままだと大きいので、入れやすいぐらいの大きさにちょっと崩していきながら入れていっていただければいいかなと。これぐらいでいいですかね。この上にもう一回ちょっとオニオンスライスちょっと乗せますね。だいぶボリューミーになりました。はい、もう一回ですね、このマスタードとマヨネーズのこのドレッシングをかけて、これを、はい、サンドすれば、はい、こちらサバサンドの完成です。続きまして甘い系になります。今回ですね、こちらの京都南山城村お茶ベーグル、このお茶のベーグルを使ってあんバターベーグルです。これも去年ぐらいから流行ってるんじゃないですかね。めちゃくちゃ美味しいと思うので、もうこれ挟むだけです。作っていきます。切れたので、ここにですね、まずあんこをたっぷりと塗っていきます。もう思ったよりもう多いかなっていうぐらい、自分が好きなぐらいあんこ塗っちゃってください。もう私はね、甘党なんで多い方が好きです。だいぶたっぷり塗っちゃいます。あんこが塗れました。これ無塩バターです。有塩バターだとちょっと辛いので、無塩バターをまたもうカロリーのことは気にせずにドンと置いて、はい、これです。できました、あんバターベーグル。一緒にお茶と食べてみると美味しいと思います。続きましてこちらですね、太田の店長が大好きなショコラオランジュベーグル、こちらのですねいちごサンド、ホイップクリームといちごがあればできる簡単なサンドです。これを作っていこうと思います。ではまずですね、こちらホイップクリーム、もうホイップクリームになってるものを今回ご用意しました。これをですね両面に絞っていこうと思います。で、ちょっと待ってくださいね。ノズルを元に持って、うわやるぞ、うわ簡単はい、大量にホイップクリームがこれ塗れたので、じゃあ次にこちらイチゴですね、のせて、あ、美味しそう。もう絶対美味しいじゃないですかね。こんなもんですかね。うわ、できました。めちゃくちゃ簡単です。もう3分あったらすぐできます。完成です。最後にですね、こちらシナモンレーズンベーグル、こちらも美味しいんですけども、お好きなジャムがいいんですけど、私は今回このあんずを用意しました。クリームチーズとジャムを挟んで食べるっていう超シンプルなベーグルサンドを作ります。ではまずですね、ベーグルをこちら2つに切りまして、このままだとちょっとね大きいので、こ
これをこう、まあ、2つぐらいですかね、使うようにして、こうこんな感じで、はい、ちょっとブサイクなんですけど、はい、これでまずクリームチーズが挟めました。次に好きなジャムを、ね、で入れていきます。いいんじゃないですか。あんまり甘いのが好きじゃないよっていう方はそんなに入れなくてもいいかなと思うんですけど、私は甘いのが超絶好きなので甘めにたくさん入れていきます。じゃあこれをですね挟んで、どうでしょう、完成しました。これ多分ねまた反対なんではい、ではこちら完成できました。どうですか、このオールスター感じゃあちょっと振り返っていきましょうか。アボカドサンド、BLT サンドですね。こちらがサバサンド、サーモンのサンド、きんぴらのサンド、スネアンバターサンド、いちごサンド、ジャムサンド。他にも多分もっといっぱい種類作ろうと思ったら作れると思うので、ぜひともこんなベーグルがあるよっていうのをよかったらインスタにアップして木村に教えてください。では第5弾の木村ズキッチンでまたお会いしましょう。またねー。